2018年7月スイスの旅。7月16日スイスアルプスアイガーの村グリンデルバルト2日目ウィルストからグローセシャイデックへハイキング。7月16日の朝は快晴で焼けました。2019年末に開業した高速ゴンドラ、ただいま工事真っ最中。7時10分、ベルナーアルプス山脈の朝です。メイヒ、ジュグゲン、ユングフラウ。ユングフラウ、シルバーホルン。8時4分、ベルクハウスでの最後の朝食です。9時30分、ベルクハウスメンリヘンをチェックアウト。9時30分、メンリヘンゴンドラリフトでアイガーのスノーグラントへ。好天の朝、イングフラウヨッホとスフィンクス展望台がよく見えます。オーバラント三山の絶景です。2018年当時ヨーロッパ最長のゴンドラリフト、路線距離 6.6 キロ、旧式ゴンドラで中間駅まで20分。ユングフラウとシルバーホルン。ユングフラウ、シルバーホルン。左にファウルホルンとリーティ。ファウルホルン、リーティ。メンリヘンゴンドラリフトで40分グラントへ。10時6分グラント着、標高947メートル、グリンデルバルトの最深部です。ファウルホルンとリーティ。リーティの向こう側には有名なバッハ湖。タクシーで3キロ6分、サンスターアルパインホテルへ。10時32分、5連泊の宿、サンスターアルパインホテルにチェックイン。11時4分、部屋のテラス、眼前に名峰アイガー。アルペンスキーワールドカップのグレンデ、ラウバーホルン。ラウバーホルン、チュッゲン、メンリヘン。ハイキングの出発地、フィルストを目指します。フィルスト、ゴンドラリフト駅です。11時21分、グリンデルバルトよりゴンドラでシューレックフェルトへ。進行方向左側、やや後方にチュッゲンとメンリヘン。進行方向右側、やや前方にメッテンベルクとベーターホルン。アイガーとメッテンベルクの谷に下グリンデルバルト氷河、
フェッシャーホルン三回。ベルナーアルプス山脈の4000メートル8峰の一つ、ヒェンターフェッシャーホルン。下グリンデルバルト氷河、メッテンベルクとアイガーの間の谷尻、下グリンデルバルト氷河、ウンタラーグリンデルワルドグレッチャー、メッテンベルクとベータホルンの谷に上グリンデルバルト氷河、右奥の山はシューレックホルン4078メートル。八座の4000メートル峰の一つ、シューレックホルン。ベルナーアルプス山脈の4000メートル8峰の一つ、シューレックホルン。アルパインホテルボルト、ゴンドラの途中駅があります。ゴンドラ左にミリ川の滝、ゴンドラ右前方にハイキングの目的地グローセシャイデック、11時41分シューレックフェルト着。シューレックフェルトで左向け左です。フィルストフライヤー、フィルスト駅から一つ下のシューレックフェルトまで約800メートルのロープを一気に時速84キロで降りてくるアドベンチャーです。ゴンドラ右側にグローセシャイデックへのハイキングコースが見えます。左側後方には雄大な名峰アイガー、11時49分、フィルストです。眼下にはグリンデルバルト谷、正面にはシューレックホルン、ベーターホルン、アイガーなどベルナーアルプス山脈のパノラマビュー。展望台にはレストランがあります。標高2184メートル、フィルストクリフウォーク、2015年9月にオープンしたアトラクション。眼下に広がるグリンデルバルト谷とベルナーアルプスの眺望が楽しめます。
名峰アイガービル川の滝が見えます。フィルストクリフウォーク、フィルストクリフウォーク、フィルスト山標高2184メートルの切り立った断崖に設置された吊り橋と遊歩道、空中を歩くような感覚で眼下のグリンデルバルト谷とアルプスの眺望が楽しめます。2億年前、ジュラ紀、スイスは海だったそうです。壮大な露出した地層、2億年ほど前、5000万年の間にできたジュラ紀層でしょうか。この道を1時間ほど進めば有名なバッハ湖、バッハアルプ勢があります。青白く透き通るバッハ湖とその向こうにそびえるシューレックホルン、振り返ると壮大な地層むき出しの断崖絶壁。ミル川の滝が見えます。グリンデルバルト渓谷の先に名峰アイガー、フィルストからハイキング、距離6キロ、標高差200メートル、ほぼ下り、普通1時間半、我々は倍の3時間でグロセシャイデックへ。ハイキングの目的地、グロセシャイデックはベーターホルンのふもと。12時20分、フィルストからハイキングスタート。ルートはなだらかに起伏する牧草地アルプです。エングフラウ山塊のほぼ連続した景色を眺めることができます。進行方向右側はグリンデルバルト渓谷です。アイガーとメンヒの南側の稜線上の山、フェッシャーホルン。ゴンドラリフト駅と展望台のフィルスト山。
眼下には広大なアルプ。メターホルンとシューレックホルン、メターホルン、シューレックホルン。シューレックホルンとアイガー、シューレックホルン、アイガー。グローブフラワー、西洋金梅草です。13時25分、小川を渡りました。ベールゲル川とメターホルン。ゴマの葉草科、バルトシア・アルピナ。ランカ、白山チドリの仲間です。ベールゲル川、13時26分、ベールゲル川と通ってきた道です。フィルストから2キロ、残り4キロほどです。クロバニナオルキス、ニクラバニナラン。ランカ、白山チドリの仲間です。魔女の爪、矢車菊です。
カルバー冒険川。14時、フィルストから3キロ、グロセシャイデックへ残り3キロほど。ここはどこの細道じゃ、グロセシャイデクの細道じゃ、ちょっと通してくだしゃんせ、御用のない方当社せん。14時50分、フィルストから5キロ、グロセシャイデックへ残り1キロほど。スイスの牧畜業は異牧です。夏はアルプと呼ばれる高地牧草地で乳牛を放牧します。森林限界の上のアルプの夏は牧草が一面に生え、放牧に最適です。雪が積もる冬は山裾に降りて畜舎で飼育します。アルプス山脈はアルプの複数形から命名されたものです。子供の乳牛です。おっぱいがまだありません。後ろの山はシュバルツホルン。グローセシャイデックはシュバルツホルンとベターホルンを横断する峠です。標高595メートルのマイリンゲンの町と標高1034メートルのグリンデルバルト村を結んでいます。峠の道路は一般車両は通行止めですが、路線バスがあります。フィルストから5キロ、グロセシャイデックへ残り1キロほど。シュバルツホルン。正面にベターホルン3692メートル。15時23分、グロセシャイデックが見えました。
この道を17キロ、1350メートル下ると、一昨日峠越えした6号線と舞林園です。この道を10キロ、1000メートル下るとグリンデルバルトです。切妻屋根から松造りの小屋は夏限定の牧道小屋です。15時40分グローセシャイで駆着。15時43分発路線バスナンバー11、グローセシャイデックからホテル前へナンバー11のバスで35分。15時55分メッテンベルクとシューレックホルン。シューレックホルン、上グリンデルバルト氷河、オーバラーグリンデルワルドグレッチャーが削った峡谷です。グローセシャイデックからホテル前へナンバー11のバスで35分。15時18分ホテルの部屋のテラスからアイガーです。20時58分珍しくメッテンベルクが夕日に染まりました。21時4分おやすみなさい。